すごい。東京2020オリンピック出場に向けての意気込みを。1年延期になっちゃったっていうところも自分はプラスに捉えているので、もっと完璧な自分のパフォーマンスにつなげられるように金メダル目指して頑張っていきたいと思います。かっこいい。さあ、そしてですね、私たち3人は聖火ランナーとして神奈川県を走らせていただきます。選手の皆さんが頑張られる大会にこう私たちは走るっていう形で力をつなげられたらっていうのを今日お会いして改めて感じました。